パリゴリン卓球女子団体決勝で、日本は中国に0対3で敗れ、2大会連続の銀メダルとなった。写真、張本智和が投稿した妹、三輪との銀メダル、2ショット。第1試合のダブルスでは今大会初めて早田ひな、日本生命と張本三輪、木下グループがペアを組んで出陣。中国のチーム、大番育組と対戦した。 1> 第1ゲームを11対9で奪ったが、第2ゲームを落とす。その後も互いに1ゲームずつを取る大接戦。第5ゲームも一心一体の攻防となったが、10から12で落とし、2対3で敗れた。第2試合では平野美宇、木下グループ、が世界1位の孫栄さにストレートで敗戦。第3試合では長本が登場し、日本人キラーの王と対戦すると、 1> 第1ゲームを14対12でダッシュ。中国のファンをざわつかせた。その後、ギアが上がった王に3ゲームを奪われた。16歳の長本の活躍が中国でも話題に。中国 SNS 上では、張本を甘く見てはいけないね、張本の成長速度が速い。ボールの回転の理解力が他の日本選手より優れている。この先もっと成長すれば4年後が楽しみだ。 張本には驚いた。今はまだ差があるけど、この年齢にしてはすごく安定している、と張本の成長を警戒する声が並んだ。4年後のロサンゼルス五輪に向け、今回の決勝が日本にとって大きな糧となるのは間違いなさそうだ。